単精度不動小数点数、情報処理において、単精度不動小数点数は、コンピュータの数値表現の一種である。不動小数点形式の標準である IEE754 では、単精度は32ビット、4オクテット、倍精度は64ビット、8オクテットである。i、EE、e e 7 5 4 2 0 0八では、単精度の形式は、正式には、 バイナリー32と呼ばれている。単や、バイという表現は32ビットを1ワードとする32ビットアーキテクチャを元にしている。単精度不動小数点数は、同じ幅の固定小数点数に比べて、より広範囲な数値を表せるようになっているが、同時に精度を犠牲にしている。ほとんどのプログラミング言語では、標準の組み込み型として定義されている。C 言語。 C, C, Java, Haskell では単精度のデータ型をフロートと呼ぶが C, C の規格では IEE 754に準拠することは要求されていない。Matlab ではシングルと呼ぶ。Pascal 及びビジュアルベーシックネットではシングルと呼ぶ。ネットフレームワークの共通型システムではコディチ1構造体系として定義されており、核。 ネット言語における組み込み型はこの課題のエイリアスである。Python のフロートは倍精度であり、単精度のサポートはない。回の単精度はフロート32またはシングルであり、倍精度はフロートまたはダブルである。IEEE754 でのバイナリー32の定義は次の通りである。符号ビットは表現する数値の符号、政府を示す。 指数部は8ビットで、符号な姿勢数として見た場合は0から255の値を取り、0の時は0か非正規化数であることを、1から254の時はマイナス127の下タ、吐き、バイアス付き表現でマイナス126から127の指数を、255の時は無限をまたは何であることを示す。指数部が0、0、および、 非正規化数の場合を除き、仮数部で表現されるビットパターンのさらに一つ上の桁に暗黙の1のビットがあるとみなす表現法、いわゆるケチ表現より通常の数、正規化された数の精度は24ビット相当である。従って重心に換算した時表現できる桁数はログ7.225桁となる。標準化されたレイアウトは以下のようになる。 符号ビットを、サイン、バイアス付きの指数部を E、23ビットの仮数部の各ビットを B とすると32ビットのバイナリー32フォーマットで表される数値はフォーミューラ1となり、より正確に表現するとフォーミューラ2となる。単精度バイナリー不動小数点数の指数部はオフセット表現を使って符号化されており、指数値が0の時のオフセット値。 バイアス値は127である。指数部バイアスは、XSN とも言う。詳しくは、符号付け数値表現を参照されたい。真の指数値は、指数部の値から、指数部バイアスを引いた値となる。00と FF は予約された、指数値である。したがって、すべてのビットパターンが符号として意味がある。正の最小値、非正規化数は2.40である。 性の正規化数の最小値は2.180 21. である。表現可能な最大値は2.3.40である。IEE754、e、では実数値から対応するバイナリー32フォーマットへの変換を丸目も含めて厳密に定めている。ここでは重心の実数値から IEE754、e、バイナリー32フォーマットへの変換は大まかに次のようになる。 小数部の変換、12.375の小数部0.375を0とする。これを日値の小数に変換するため、小数部に2をかけて整数部を取り、さらに2をかけて整数部を取るというように繰り返していき、小数部が0になるか精度の上限である日値23桁になるまで続ける。点三七五 x 2イコール点七五零イコール零プラス点七五零 b イコール0となるので、日チでの小数部の一桁目は0となる。そこでさらに0.75022をかける。0.750x にイコール1.500イコール1プラス0.500 b イコール1 0.500x にイコール1.000イコール1プラス0.000 b イコール1となり、小数部が0.000となったのでここで変換は停止する。 これでは正確に日チでで表されることが分かった。重心で有限桁数の小数が必ず日チで、有限桁で表せるわけではない。例えば、重心の0.1は、日チでは正確に表現できないため近似値を用いることになる。従って、イコールイコールイコールとなる。IEEE754 バイナリー32フォーマットでは、値をフォーミュラ3という形式で、 表現しなければならないので、1100.011 11をシフトして整数部が1桁になるようにしなければならない。この例では3桁シフトするのでフォーミュラ4となる。最終的にフォーミュラ5となる。この結果から次が得られる。したがって IEEE 754ナリー32。 フォーマットで12.375を表すと零から1000万10から100外110、K、イコール4146万となる。六十68.123を IEE754、バイナリー32フォーマットで表す場合を考えてみよう。上述の技法を適用すると 42883EFQ というビット列が得られ、最後の4ビットは1001となる。しかし、 IEE754 のデフォルトの丸目方式により、最終的に4 2 8 8 3ァとなり、最後の4ビットは1010 10となる。例、重心の位置を変換すると、フォーミュラ6となる。ここから次のことが導かれる。したがって、 実数1を IEE754 バイナリー32フォーマットで表すと0から01111111から0 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 0が0 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 バイナリー32フォーマットで表すと0から01111101から0 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 0と0 0 0 0 0 0 0が0 0 0る0 0 0 0 0 0 0 0 0 0七0 0 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 バイナリー32フォーマットで表すと0から01111101から100外、イコール3 2零0 0 0となる。不動小数点数値のビット列を16進法で表した例を以下に示す。これには、符号、バイアスを加えた、指数値、仮数値が含まれている。1、3は、倍精度とは異なり、切り上げられる。これは、 仮数部のビット数が偶数であるため、丸める桁1以降がコディチェ2となってその桁1で1により大きくなるためである。16進の値 41C8 万を例として変換を行う。これをニッ値で表すと次のようになる。これを符号ビット、指数部、仮数部の3つに分割する。ここで仮数部に暗黙の整数ビットを加える。 指数部の値から127を引いて、実際の指数値を得る。24ビットの仮数は最上位ビットが1に対応し、次の桁が0.5、その次が0.25というように、前の桁の1、2に対応している。この例では、仮数で立っているビットは、ビット 23, ビット 22, ビット19の3ビットだけであり、上記の対応する値を加算することで重心での、 過数が得られる。奇数2を指数値でべき乗したものを過数にかけると、本来の値が得られる。従って、となる。これは次の式と等価である。ここで、フォーミュラ10は、符号ビット、フォーミュラ11は、指数部、フォーミュラ12は、仮数を、奇数10で表したものである。MSX ベーシックの演算ルーチンマスパックの、場合、同様に4バイトで表すが、 IEEE754 とは異なり、CUEXX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  同時期の8ビットパソコンのベーシックでは多くが b c d ではなく二芯での演算であった重心で計算すると誤差がないなどといった主張が大変しばしば見られるが1.0、3.0が正確に計算できないのは重心でも同様であり大変な誤解である重心計算と日地計算の特質はそれぞれあるので一概にどちらが優れているなどとは言えるものではない 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。